1820年のシチリア革命は、1820年に主にシチリア島のパレルモで発生した立憲と議会設置を求めた民衆反乱である。1815年から1870年にかけてのイタリア統一運動の中で最も早期に起きた出来事の一つである。かつて共にスペイン系ブルボン朝の支配下に置かれていたナポリオ王国とシチリア王国は、 1815年のウィーン会議を経て正式に連合し、シチリアブルボン朝による両シチリア王国になった。二つの王国は12世紀から13世紀の間は一つの王国だったが、1282年のシチリアの番頭の反乱で二つに分かれた。結果、シチリア党はナポリオ王国の監修、制度、文化が押し付けられた形となり、 ナポレオン体制下で成立した1812年、シチリア憲法は一方的に廃止され、専制主義に回帰。これら文化的、政治的な理由により、当初より再独立を求める声があった。そんな中、1820年3月にはは、スペイン立憲革命が発生。放棄した革命派軍人は、スペインをフェルナンド7世に1812年憲法の、 復活を承諾させた。これが立憲革命を求めるカルボナリア、分離主義者を刺激した。1820年6月15日、分離独立派が立ち上がりパレルモの武器庫から1万4千もの重機を奪った。それを主導したのはジュゼッペ・アリアートと呼ばれる政治家であった。この動きを受けてパレルモにいたブルボン家の一族は皆6月末までにナポリに避難。 6月23日には、ジュゼッペ・アリアータとジョバン・ニ・ル・イージ・モンカダが率いる革命政府が樹立され、まず数奇教、ピエトロ・グラビーナ、ついで、アリアータが革命政府総裁となって、シチリア王国議会を召集し1812年、シチリア憲法が復活した。7月23日にはほぼ同時に起こった、ナポリ革命により革命政府が樹立されていたナポリに代表団が、 派遣され、シチリア王国の憲法と議会の復活の承認を求めた。しかし同じく立憲を求める革命によって成立した政府でありながら、ナポリの革命政府はこれを拒否しあくまで、シチリア党はナポリ政府に属する領土という立場を取った。そして、パレルモの革命政府との調停そして、分離独立主義者の弾圧のためためフロレスターの ペペ率いる7000名の軍隊がパレルモに派遣された。シチリア革命政府は軍事的脅威からひとまずはそれを受け入れ、フロレスターのペペとはテルミにイメレーゼで議会や憲法、分離独立問題に関する協定を9月22日に結んだテルミに協定。この協定は10月5日にパレルモでは承認されたものの10月14日、 ナポリ革命政府の議会では、シチリアに対する強行意見が勝って、再び拒否された。フロレスターのペペには引き上げ命令が下り、ナポリ革命政府は、シチリア党の分離独立主義者を、ピエトロコレッタ率いる3000名の軍隊によって、徹底的に鎮が圧した。これにより再建されたシチリア王国議会などは、解散させられ、 シチリア島は1821年3月まではナポリ革命により成立した革命政府に、それ以降は両シチリア王国の統治下に戻った。ありがとうございます。